え、なにあれ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 、ストーンゴーレムっている、なにあれ、こわ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 。それではですね、今日もこちらのバルヘイムやっていこうと思います。よろしくお願いします。行きましょう行きましょう。やっとね、沼終わったからね。俺たち沼卒業したからね。沼ね、卒業したからね。前回大骨をね倒して、ちょっと寝よう。え、寝よう。寝る、うん、うちの放送は寝るとこから始まるから。なんでだ、だいたい寝てからがスタートだから。しょうがねえな。どうしても、はい、どうしてもなのかい。どうしてもどうしても寝るよ寝よう。しょうがねえな。まあ、前回ね、大骨をね、みんなでボコボコしたね。みんなでみんなでみんなでボコボコにした。俺でしょ。え、大半があいつやってた上で大半が俺でしょよ。まあね、レイさんの活躍も素晴らしかっただけど、まあ、みんながいなかったらね、あのね、レイさんの活躍の場も作られなかった。俺一人でもいけたんじゃないかな。あ、ほんと。じゃあちょっと今度はレイさん一人の企画やってみる。一人で大骨倒してみたみたいな。いや、なんかそういう意地悪なことするんだなと思って話しようとか。なんでそういう意地悪する。いや、なんか一人でねできるって言ったから、あのレイさんの見せ場を作ってあげようと思って。できるもん一人でできるもん。すごい渋めの一人でできるもんやなで、今日はですね、もう沼とりあえず行ったんで、次のね新マップをね探索しようじゃないですかと。4ピピ誰ですか、ここのあのゴミ箱にちゃんと入れずに、ゴミ箱の横に置いてる。ゴミ箱に入れとるが、ここゴミ箱じゃないですよ。え、ゴミ箱じゃないのそれ。ゴミ箱の箱がちゃんとあるんだから、そこに入れなさいっていう。ゴミ部屋じゃないの。ゴミ部屋ではないのよ。で、あの雪山ね、実はうちの近くにあって、うん、ちょっとまずそこを軽く行ってみようかなと。あ、ダメダメダメ、そこで振り回した、危ないよ、お母さんに怒られるよ。 4PP 山って出たんだけど。山、あー多分そこです。あなたは覚えている。え、なんかダメージ食らってるんですけど。そうでしょう、ダメージ食らってるでしょう。そうでしょう。凍えるんですよ雪山は。え、やば、これどうしたらいいの。まあまあまあ、待ちなさい待ちなさい、もうせっかちさんなんだから、あなた。まあまあまあ、これでも飲みなさいよ。え、あら、いいんすか。いいですよ、東証大成蜂蜜酒用意しておいたんだよ私。もうもらったら用はないっつって自由にね。え、オオコミだ、言いたい。うわ、かわいそう、うわ、かわいそう、あれ意外と上。かわいそう、あれ意外と上。俺でも瀕死を言うとくけど。本当？本当だ。うわ、めちゃくちゃ綺麗雪山。綺麗これ。妹の作用いいね。沼本当に暗かったもんね、ずっとね。うん、暗かった。もう放送映えが何もしない、なんならこれちゃんと見えてんのかぐらいの暗さね。うん、4次元ポケット。前のエリアのボスのアイテムって次のエリアで使うかあるから、今鎖骨をつけてます、うん。俺もつけてる一応。お、さすがですね。ここちょっと狭いからあるかわかんないけどね。あ、なんか、え、鳥のモンスターいる。え、鳥だ。撃ってきてる。鳥というかもうドラゴンに近いね。あ、もうドレイクだわ、怖っ。え、なんか片方燃えてないやつ。俺が燃やした。やる、いいよ。ほら、落ちろかと思う。痛い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 、ここ。よっしゃ、当たった。俺ここ何落としたこれ、なんだこれ、氷の塊みたいな。え、もう一匹いるから戦ってほしいんだけど。ちょっともう一匹いるから。ほんと氷結戦。へえ、なんでこれ。お、なんかなんだこれ、痛い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 。何これ、この卵みたいな、もしかしてこいつらの巣か。そうだよね多分。ドラゴンの卵、へえ、拾う、あ、拾えた。あ、しかもこれワープできないんだ。金属扱いなんだ。うん、じゃあそれ持って一回帰りますか。いや、この弾、これあれかな、次のボスに必要なんかな、もしかして。あー、なるほどね。ってことは次のボスドラゴン、そうかもしんない。4次元ポケット。よし、ちょっと寝ようぜ。なんで、んよし、寝よう。寝るよー。
もういいからね。もう一回あの影根に俺ベッド壊されてるからね。いいからね。ああ、狼のやつを渡したのか。うん。えら。優しい。優しいでしょ。いいよ。さあもういいって。いいのよ。おやすみ。おやすみじゃねえ。4PP。なんか新しいマント欲しいよね。ね。狼のマントとかないのかな。ありそうだよね。うん。あでも何も出てこんかったね。うん。ポロル素材しかないのか。ほんとね。炙りかぶりみたい。ああ、炙りかぶカルビ。いずら。ちょ、レイさん言ってみて。炙りカルビ。炙りカルビ。ん？炙りカルビ。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 え？炙りカルビ。じゃあお前言ってみろよ。炙りカルビ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 。オッケーだ。おお。今は割と言えてたような気がしますね。うん。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。2回目ちょっと怪しかったね。うるせえよ、思いっきりでしょ。炙りカルビ、炙りかぶり、炙り。さっきりかぶりって言ってるの2個目で。はっきり言ったわ。4ピピ。お、黒曜石鉱脈ってのある。え、マジ？それ、取れる？あのレイさんの足元もそうじゃない？あ、ほんとだ。あ、すぎる。あ、きたー。あ、俺の手伝ったらいけるわ。あ、道具棚ってのを作れるようになる棚も？なる棚？黒曜石持って帰れるぜ。光ってる光ってる。あ、近いぞ、この辺。ここめっちゃ光ってる。いいね。銀だっけ。四角だけで地面叩いたときに硬すぎるって出るとその下に、お、ちょうど四角だけ持ってますよ。あ、四角だけ見つけた。四角だけ大好きおじさんや。先日の戦闘でも大暴れしてたからね。確かに。あ、あった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 、ありました皆さん。いいね。銀宝箱に入ってんの？いや、銀の石がある。あの、あ、そうなん、銅みたいな。え、じゃあ結構接点が取らなきゃいけない感じ。うん、頑張って取んなきゃいけない。え、なにあれ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 、え、ストーンゴーレムっている。なにあれ、こわ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 。絶対矢は効かんやろ。矢は効かなそうだな。21点。あ、全然効いてない。マジでなんだこいつ。もしかして、お、パリうま。痛すぎやで。俺は銀を持ち帰りてえだけなんだよ。痛え、死ぬ。いや、なんか結構銀あるな。銀あるけどストーンゴーレム怖すぎて戦えない。マジ無理。今だ今だ、銀を。ゴーレムの犬間に採掘。4次元ポケット。じゃあ今日はこれで終わりですかね、今日は。はい。一応タイトルのに嘘ついてないね。ついてない、ついてない。雪山の探索、うん。ちゃんとね、雪山ね。おい、また最後にそれやんのかい。あー、ごめんごめん、忘れてた。かげの俺の担当だったね、今日。ごめんごめん、忘れてた。よし、寝るよ。おいおい、またこれ座っちゃったよ、これ。えみたいな感じでそっち見てるやん、かげの湯を。一人寝とるし。寝とるじゃんね、座ってるし。よし。ベッドなくなっちゃったから。じゃあそれで寝る？うん、まずこれで寝るしかないってかな。よし、じゃあ今日はね、これで。あの、整列という概念ご存知でない。ではね、無事ね、タイトル回収もでできたということで、今日の放送はこれにて終了にしたいと思います。おはよう。じゃあここまでご視聴していただいた皆さんありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。